リトルホンダはかつてホンダ技研工業が製造販売したモッペットである。本校では実質的な後継者であるのビオについても解説を行う。軽いフレームと小型ながら機動性に富んだ高性能エンジンで気軽に楽しく乗れる便利なファミリーバイクをコンセプトに自転車感覚で乗れる要女性ユーザーへ向け開発されたモッペットタイプの原動機付き自転車である。 日本国内のみならず北米、ヨーロッパ向けにも輸出販売された。本モデルは1966年7月に発売された初代モデルの P25 型と1969年5月に発売された2代目モデルの PC50 型が存在する。動力伝達はいずれのモデルも自転車と同じペダルで助走しながら、ハイキルを 49cc のクーレ4ストローク。 単気筒エンジンを始動させ、一足固定のトランスミッションで自走する構造であり、変速機構をニュートラルにすることで自転車と同じペダル、走行も可能である。フレームは低床型とし、ブレーキは前後とも機械式、リーディングトレーリングである。以下で、それぞれのモデルについて解説を行う。リトルホンダ P25966 年7月、発売。 標準本体価格は二万九千八百円。サスペンションは前輪を、ボトムリンク、後輪をリジットとしたモデルで、前後ホイールサイズは十七インチである。容量二点五リットルの燃料タンクをリアキャリア直下に搭載する。最高出力一点2 p s 四千二百 r p m 最大トルク零点二五キログラム m 二千五百 r p m のサイチェシーを搭載のエンジンは、 後輪の左横にマウントされ、ホイールをダイレクトに駆動する。方向指示器や制動等は装備せず、車重 45kg の車体は、乗用最高速度 25kmH とされた。輸出モデルは形式を P50 とした。ホイールサイズを19インチとした仕様も存在する。P25 では最高速度を、 時速 25km までとするために、フライホイール内部の逆進角機構で頭打ちになる、設定をされたが、P50 は本機構を装備しない。1969年5月14日、発表、同月15日発売。標準本体価格は42000円。P25 型から、前後ホイールサイズを19インチに変更。車体面では新たに、 レッグシールドを新設したほか、リアサスペンションをリジットから、スイングアーム式に変更。またエンジン搭載位置をフレーム下部に移設し、チェーンドライブとした上で、内径 X 工程イコール 42.0X35.6 圧縮比八点五前傾80度のオフへ変更しながらも最高出力 1.8PS、5700rpm。 最大トルク 0.29kgm3500rpm へパフォーマンスアップがなされ、車重 50kg の車体も常用最高速度 50kmh へアップした。これに伴い方向指示器と制動等が追加され、燃料タンクも容量を3リットルへ増量しながらシート直下搭載に変更した。工述する伸びを得。 モデルチェンジされる形で1972年生産終了。形式名 PM50。リトルホンダ同様女性、高齢者、初心者でも自転車並みの優しい運転操作を開発コンセプトにした実質的。モデルチェンジ車で1973年1月29日発表、同月30日発売。標準本体価格は5万5千円。 社名はスペイン語で婚約者を意味する。車体並びに、サスペンションの基本コンポーネンツは、PC50 型から踏襲しているが、搭載するエンジンを、内径 X 工程イコール 40.0X39.6、圧縮比7.5、最高出力 1.8PS、4000rpm、最大トルク 0.36kgm、3000rpm の全径40度空冷に、 ストロークピストンバルブタン機等へ変更した。1974年7月31日発表、同年8月1日発売で一家のマイナーチェンジを実施。より安価で操作性を簡略化したスクーターのロードパル発売に伴い1975年に生産終了となった。ありがとうございます。